ゲームウォッチボール電子ゲームの最初期のタイプである。電子ゲームはコンピュータゲーム全般を指すこともあるが、その中でも特に内蔵された大規模集積回路チップによって制御されるソフトウェア、内蔵型の小型携帯型ゲーム機のこと、液晶画面を見ながら操作ボタンを押して遊ぶもので、電子 LSI ゲームや LSI ゲームとも呼ばれる。一部の商品では、 LSI ゲームよりも小型なものを LCD ゲームと呼んでいるが、通常は液晶画面を持たないものは LCD ゲームの範疇には含まれない。ゲーム機本体は安価であるがソフトウェアが内蔵された電子回路と一体になっているため、ソフトウェアを交換して別のゲームで遊ぶことはできない。卓上時計や電卓などの付加価値機能として、これら電子ゲーム様の機能を持つ機器もある。また、 同時期には、真空管の一種である、蛍光表示管を使った、フロリダゲームも発売された。やや大型で、消費電力も大きく効果だったものの色彩豊かな、表示と見やすい画面を特徴としており、これらフロリダゲームも、電子ゲームと呼ばれた。電子ゲームのうち、液晶画面を使ったものは、以下の特徴を備えている。なお、登場初期の液晶画面は、 現在の液晶ディスプレイに用いられるマトリックス表示ではなく今日でも電卓で使われるセブンセグメントディスプレイのように表示の絵柄があらかじめ固定されその絵柄表示、非表示でゲームを表現していた。電子ゲームが市場に出現した経緯は1970年代半ばにゲームセンターでのビデオゲームの出現が引き起こした爆発的なコンピュータゲームブームに起源を持つ。 ブロック崩しやカーレース風船割といった素朴な内容のコンピュータゲームが出始めた頃、それを模したような電動の玩具が一般向けに発売され始めた。ただしこれらは模型用の小型モーターや絵を印刷したプラスチックフィルムなどを使用したものであり、電子的な制御機構を持たないため電子ゲームのジャンルには入らない。これらは初期のエレメカのように電気接点や歯車、 カムといった機械要素によって動作していた。マテルオートレース並んで取り付けられた LED を表示機能とする素朴な電子機器で、スイッチの切り替えで自社の位置とギアを切り替え、他の車に接触せず追い抜いていく内容。1976年にアメリカでマテルがマテルオートレースを発売。これが世界初の携帯型電子ゲーム機とされる。同社が、 翌1977年に発売したマテルフットボールはヒット商品となり、その後1980年代初頭にかけ各社から様々な製品が登場した。日本では1978年に対等のスペースインベーダーがゲームセンターに登場したことにより、家庭でもこのゲームができないだろうかという需要が発生した。同ゲームに関してはこういった家庭向け、 個人向けニーズに絡んで様々な現象が発生している。家庭向けの電子的なゲームとしては、1978年に米沢玩具がサイモンを日本で販売している。このゲームは豆電球の点滅を電子制御することでゲームとしての機能を実現したが、もっぱらもぐら叩きの延長的な単純なものである。バンダイからはチャンピオートデイサーやサブマリンなどの発光ダイオードを使用する。 電子ゲームが発売されている。トミーからミサイル遊撃作戦が発売。このあたりが日本国内初の LSI ゲームとされる。なお、ミサイル遊撃作戦はフロリダ艦を使用したゲームとしては世界初である。その後、スペースインベーダーを模した L 中小メーカーからもこれに追従する形で様々な製品が発売されている。バンダイのミサイルベーダーやスーパーミサイルベーダー。 エポック社のデジコムベーダー、学研のインベーダー、新生の撃滅インベーダーなど、インベーダーゲームだけでも十数種類以上数社から発売されている。この当時、ゲームセンターで人気を誇ったビデオゲームを模した電子ゲームも多数発売されている。バンダイのクレイジークライミング、トミーのパックマン、学研の平安系エリアンなど様々な製品が登場した。 1980年には、任天堂のゲームウォッチシリーズが発売され、一頃は社会現象にまでなった。その後は、ロムカセットでゲームの交換が可能なコンシューマーゲームの発達に伴い、LED やフロリダを使用した LSI ゲームは徐々に衰退していき、 日本でのフロリダゲームの販売は1985年8月に発売されたスペースハリケーンを最後に太く短い歴史の幕を閉じた。アメリカでもこの時期が電子ゲーム市場の衰退末期にあたり、1982年発売された LED カセット式アドベンチャービジョンなどは流通量の希少さから今やマニア感で高値売買されている。 しかし小型で安価かつ単純な液晶画面を使用した電子ゲームはその後も安価であるという一点を持って生き残っている。これらではキューブワールドのようなインテリア的なゲーム機能もある何かやデジリーマンのように大人のための玩具に変化したものも見られる。1970年代後半に登場して最初のブームが訪れて以来幾度か流行りしたりを繰り返している。 その背景には常にゲームボーイをはじめとするカートリッジの交換が可能な、より上位の携帯型ゲームの存在がある。1970年代1970年代後半、ゲームセンターでのビデオゲームの進出に合わせ IC や LSI 等の集積回路は、製造技術の発達も伴い急速な価格下落と、性能向上によってガンへの転用が可能になった。こうして、 LED とフロリダ缶を用いた電子ゲームが登場した。ただ、フロリダ缶を使用したものは消費電力が大きく、また当時の半導体は省電力化がまだ行われて、おらず大量の電力を必要としていたことや、乾電池の性能の低さもあって、動作時間が極端に短く連続で数時間も遊べないものも多かった。また、郊外での使用を前提としておらず、気度の低さから、 直射日光の下では表示が見えなかった。そのあたりの事情が後の LCD を用いたゲームウォッチの爆発的ヒットにつながっていった。1980年代任天堂のゲームウォッチの爆発的なヒットにより様々なメーカーが参入した。この時期、同ゲーム機を学校に持ってくる児童は後を絶たず、ゲーム機の盗難や貸し借りにまつわる破損などのトラブルが急増。ついには、 学校持ち込み禁止令が出るなどした。また当時の児童が持つ金銭水準から見て、これら電子ゲーム機がいささか効果で、同時期に、玩具店では、店頭展示のゲーム機が盗難に遭うなどの被害が急増し、歩道車が多数出るなどの問題も取り沙汰され、電子ゲーム機の販売自体が芳しくない、社会現象として扱われた。その後の LSI コード化に伴う処理機能の、 汎用化で、ロムカートリッジにより、複数のゲームソフトが使える携帯ゲーム機の登場に、押されて、次第に、市場から姿を消していった。1990年代1991年、バーコードのついたカードを読み取る電子ゲーム機、バーコードバトラーが発売。1996年から、テトリン55をはじめとする、テトリスをモチーフ、同年が秋。 バンダイが従来の電子ゲームとは一線を隠す育成ゲーム、たまごっちを発売。当初はマイナー商品として細々と売られていたが次第に口コミで流行して同年末には幻の商品と化し、最終的に日本国内外で累計4000万個を売り上げるお化け商品となった。最盛期には生産が間に合わず、 プレミアム価格で低価の数倍という高値がついたり、リバースエンジニアリングによって内蔵ソフトウェアまでもをコピーしたコピー商品が多数で回り、露天商が路上販売していて摘発されるなどの混乱を招いた。この時期の電子ゲームのブーム自体は1998年になる頃には沈静化し、ゲームボーイカラーやゲームボーイアドバンスに移行していくこととなった。2001年からは、 アイアプリをはじめとした携帯電話でゲームができる環境が登場し、急速に普及、定着していった。2000年代2004年にたまごっちの新シリーズが発売され、初期のブームを知らない、低年齢層の女児を中心に第二次ブームを起こしている。1990年代に流行ったようなキーチェーンゲームなども再び見かけるようになり、携帯電話でゲームをすることができない。 低年霊層を中心に静かに流行している。また、電子ゲームのフルカラー化が進行した。2001年頃、バンダイは、セグメントディスプレイの表示をフルカラー化したカラーゲームキッズシリーズを開始し、2008年には、たまごっちもフルカラー化された。カラー化された、タまごっちは、小学生女子を中心に人気となった。2010年代スマートフォンの流行に伴い、 スマートフォン型の電子ゲームが増えていき、人気となった。また、子供向けアーケードゲームの流行とも重なり、プリティリズムスマートポッドタッチや、アイカツフォンスマートなどのアーケードゲームとの連携が可能な電子ゲームも登場した。また、スマートウォッチの登場により、たまごっち、ラッキーチェック、ウォッチリニア、ジュエルペットジュエルウォッチ、ディズニーキャラクターマジカルウォッチマジカルウォッチなどの、 腕時計型の電子ゲームが再登場した。基本的に一つの電子ゲーム機で遊べるゲームは一種類、いくつかのバリエーションで、数種類のゲームが遊べるとするものもある。通常のテレビゲームと比較すると生産が早く、流行すると爆発的に売れるが、単一の商品としては飽きられるのも早い。ソフトウェア交換可能なゲーム機のように、中古市場も形成されていないため、過去のゲーム機を入手するのは、 比較的困難である。ゲームのジャンルはアクションゲームやパズルゲームが代表的である。今日ではタマゴッチに代表されるプレイヤーといつでも一緒にいることを前面に押し出したものやロットを振ったりリールを巻き取る釣りゲーム、あるいは歩数計と一体化したものなど専用のハードウェアが必要なものも登場している。さらにはニンテンドーのポケモンミニのようにロムカセット交換により、 複数のゲームが遊べる電子ゲームも登場するなどの多様化を見せている。その他、1000円未満の安価なキーチェーン型の小型ゲーム機も多数販売されている。また、古くから存在したケーブル接続による多人数プレイが可能な野心的な商品に変わり、赤外線によるワイヤレス通信で新しい遊びを提案するものも発売されている。これは、 赤外線通信モジュールの高密度パッケージが部品として供給されていることも理由である。液晶電卓と同程度の製造技術、設備で生産できるため、玩具メーカーや家電メーカー、さらには電卓や時計のメーカーといった非常に多くのメーカーが参入した。ブーム再生期には、玩具店や時計店、文具店といった一般小売店の一角に商品が積み上げられた。 消費電力が小さいことから、太陽電池で動く種類のものも発売された。当時の小売価格は3980円。社会的ブームとなった、インベーダーゲームが家庭用として、コンパクトに持ち歩き、遊べると話題になった、LED 式のマシン。左手全体で本体を持ち、右手のボタンで砲台を操作する。インベーダーは一機のみで、左右に高速移動しながら、ミサイルを撃つ。 本体横に配置された砲台のミサイルボタンを親指で押し、インベーダーを撃破。ミサイルは50発あり、UFO に命中すると得点が5倍になる。当時、伊藤ハムのキャンペーン用として特別版もプレゼントされた、コアムックシリーズナン、no. バー682、電子ゲーム懐かしブック P22。当時の小売価格は7800円。アーケード版のインベーダーゲームをシンプルに、 再現している作品。レーダーのような丸いスクリーンに縦長の画面が表示され、上部から次々とインベーダーが現れ、下に行くほど色が変化していく。16匹のカラフルなインベーダーが攻撃しながら襲ってくるので、手元のレバーで磁気を左右に移動させ、ミサイルで撃破。最高得点だとファンファーレが鳴る。コアムックシリーズナン、no. バー682。 電子ゲーム懐かしブック P231980 年発売9500円当時発売されていた数多くのインベーダーゲームとは異なり大量に出現する UFO の撃墜 UFO が時折インベーダーに変身し攻撃を仕掛けてくるので時期の基地からのミサイルで撃墜する左右に移動しながら下に降りてくるインベーダーが3往復するまでに撃破しないとミスとなる コアムックシリーズナンバー682電子ゲーム懐かしブック P25 たまごっち最新作が初代の面白さに回帰する理由 P3 カキトレンディネット2016年6月9日スマホ型ガングが人気ゲームメール遊び方も多彩産経デジタル2014年1月13日 ABCD コアムックシリーズナンバー682 電子ゲーム懐かしブック P88 ありがとうございます。